ファイターと羽生くん。カメラマンが語るスケーター羽生結弦の魅力。羽生結弦を撮るようになってから結構自分として撮り方が変わったというか、スケーターによるとスピンの時はもう一切シャッターを押さないとか、ジャンプの時もシャッターを押さないとかで、遠くに被写体が行った時はシャッターを押さないっていうのは、まあまあこれが通常なんですけど、羽生結弦というスケーターに関して言うと、もう常にこう常にファインダーで彼を見て常にこうシャッターをしたくなるというスケーターではある。極端に言うと本当は汗とかね、あっと飛び散るじゃないけど、練習含めても常に一生懸命なんか体全部使って表現をしているスケーターなんで、こんな表情があった、こんな表情があったっていうのを常にこう拾っていくんです、自分の中で。これ見たことないなとか、これ見たことないからファンの人見せてあげたいなとか、そういうすごい思わせてくれるスケーターなので、彼の本当にいい写真を撮るのがすごい難しいんですよ。もう本当隙がないんですよ。ジャンプに行く前もカウント当てたりもするし、スピンに行く時ももう違うスピン形を撮ったり、だからね本当に気の抜けないスケーターだから、常に本当にファインダーでずっと見てます。ビシッとハマったので、まあ、会心の一枚って一枚ですね。写真は2016年 NHK 杯フリーの演技中。選んだ理由は、一つのプログラムの中で そういうすごいこう緊張感ある中で撮ったやつ。いやでもね、こればっかりはもう覗いてて本当に使える写真かどうかわからないんですよ。実際にパソコンに落としてみて、パソコンでこう 100% の大きさでパッて見た時に目にピントが来てないと写真もう絶対使えないので、もう頼むってピッて押して、もうその時の、あ、よかったって歓喜じゃないですね、よかった撮れてた、ありがとうって感じです田中信明セレクション、とっておきの羽生結弦、理想に近づけた一枚。あ、この表情いいってすごく思って、結構無我夢中でシャッターをしました。親戚のおじさんに近づけた瞬間、2015年グランプリファイナルでのこと。エキシビションの最後に各1位のメダリストだけ、ゴールドメダリストだけ集めてフォトセッションしますよっていう時に、ちょっとあまりにもスペースがなくて、あまりにもカメラマンが多かったので、そのカメラマンのところで撮らなかったんですよ。ちょっと違う表情を狙いたいな
っていうのもあって、でもうここは俺の声で勝負しようじゃないけど、これよ呼んでこっち向いてもらうぞって思ったんですよ。それを客席のちょっと間にあるフォトポジションから撮ったんです。かなり結構上なんですけど、とても音がうるさかったので、これはやばい撮れないかもって思って、ちょっと自分で頑張ってやだって、それが1回ずつダメだったんで、多分あれ3、4回かけたと思うんだけど、その時にパッて気づいてくれて、パッて見てくれたんですよ。その時の顔がすっごいなんか普通のなんかなんだろう、作ってない顔というか自然な表情が撮れて、あ、これ自分の撮りたかったもんだなってその時すごく思って、田中さんだからじゃないけど撮れるみたいな写真を撮りたいので、その辺はこう覗きながら、あ、今の顔だ今の顔だってこうなんかすごく自分の中で思えて撮れたとか表情でいい顔してます。笑顔っていうかね、いい表情してる気がしてとても満足してるんですけど。男がスポーツカメラマンになってから5度目のオリンピックが近づいている。大舞台を目指して必死に走り続けるアスリートや指導者、それを支える家族たちがいる。その姿を田中信明はこれからも撮り続ける。ファインダーを通して応援し、写真を通して世界に発信し続ける。やっぱり親戚のおじさんはずっと続けていきたいなと思っていて、なんかあまり近しくなってもよくないし、あんまり遠くても撮れないし、こう微妙なこの距離感というかがとても難しいなってすごく感じていて、だけど一対一の対等な人として付き合っていけるスケーターたちなので、そこをすごくこれからも大事にして、僕でしか撮れないやっぱり表情を撮って、スケーターの僕がいいなって思う表情だけでぜひ写真ってやっていきたいなとは思ってますけどね。